石黒忠則昭は16年4月26日は、明治時代の日本陸軍軍医、日本赤十字社社長、茶人、早々期の軍医制度を確立した。爵位は死釈。1888年、プロイセン王国ベルリン市にて、日本人留学生と。1888年、前列左より、川本重次郎、山根正嗣、田口和美、片山国吉美、 石黒、熊川宗を、小沢朱一。中列左から森林太郎、竹島勤、中浜東一郎、助方、千倉、島田竹次、谷口健、瀬川正俊、北里柴三郎、江口城。後列左から浜田玄達、加藤昭マロ、北川お辻郎陽明は陽太郎。父、平野淳作吉忠は、 幕府大官の手代になり、欧州の陣屋に勤めている時に、陽太郎が生まれた。1856年2月に元服して、忠広を名乗り、平野陽太郎忠広と称したが、やがて、忠則、後に忠則と改めた。父母は早く亡くなり、天外孤独となる。16歳の時、父の姉がとついでいた、越後国三島軍家高井村の石黒家の養子になった。 私塾を開き、松城の佐久間昌山にあって、感銘を受けた。江戸へ出て、幕府医学書を卒業後、医学職投資となる。幕府が倒れ医学書も解散し一時帰郷するが、再び東京へ戻り、医学書の後ろ身である、大学投校に勤める。八百七十一年、松本良順の勧めで、兵部省に入り、早々期の軍医となった。佐賀の乱、西南戦争に従軍。 明治20年9月に、ドイツのバーデン国とカルルスルーへで開催された第4回、赤十字国際会議に政府委員として出席し、北里柴三郎、森林太郎、小沢周一らと出会う。1890年、陸軍軍医総監に昇進するとともに、陸軍軍医の人事権を握るトップの陸軍省、医務局長に就任した。日清戦争の時、医務局長として、 大本営陸軍部の野戦衛生長官を務めた。日清戦争では、かっけ三の責任が指摘されている。戦後、台湾でのかっけ三を知る高島智之助が、陸軍大臣に就任すると、軍医制度を確立した功労者でありながら、1897年に、義務局長を辞任した。長州罰のトップ山形有友や薩摩罰のトップ、大山岩を、 また小玉玄太郎などと抗議で、その後も陸軍軍イ部に因前たる影響力を持った。1901年4月17日、予備役に編入。1907年4月1日、抗備役。1912年退官。茶人としても知られ、教祭、教王の号がある。1898年、松浦戦、新月案が在京の家族。 地名市等と設立した、林番茶事グループ、和形会の会員となる。会員は、青地育次郎、伊藤俊吉、伊藤助マロ、岩見明作り、岡崎おもんみそ、金沢三衛門、戸塚文会、安ずまたねき、東久瀬道富、久松勝成、松浦久し、三田歩行三井高弘、安田善次郎の以上16人、高橋義雄が入会で、4人、 16ラカンと呼ばれた。石黒忠則が陸軍軍移送官に任命された際の事例書後に貴族院直線議員、日本赤十字社の第四代社長などを務めた。1895年に断尺、1920年に死尺となった。1941年、老衰のため死去。没後に石黒家は就職手続きを行わず、同年10月に、 家族の栄転を喪失した。長男の石黒忠だーツは、東京帝国大学卒業後、農商務省に入り、穂住信繁の次女、講師と結婚、太平洋戦争終戦時の農商大臣を務めた。ウィキソースには、日本赤十字社六時の原文があります。ありがとうございます。